MT07 さん、氷バラの氷付きありがとうございます。よし、ちょっと前髪をやってないので、前髪だけやりまして、これはかよちゃんからもらいました。前髪だけやります。かよちゃんっぽいね。ぽいでしょ。こんにちは、ゆいかちゃん。明日誕生日なんだね。そう、かゆちゃんのお洋服私好きなんですよね、実は。ああいう系、はい、自分では買わないだけで。そう、だからかゆちゃんのお下がりフェスタがやってる時にもらいました。かわいいと。誕生日プレゼント、ミスさんの内輪か。え、本当にそんなのでいいの？私の内輪なんか。生誕グッズ買ってもらっちゃえ。生誕グッズ内輪ないか。生誕グッズがね、芝居になっております。いいの？私のうちわが誕生日なんかで。本当に？ありがとう、ごめんね、なんか申し訳ない。お兄ちゃんに生誕グッズ欲しいなっておねだりしたら予約した。おねだり上手だわ、それは。それは確実におねだり上手だわ。いや、お兄ちゃんっていいよね。私お兄ちゃんが欲しかったなってすごい思う。もう私ね、全いとこの中で一番上なんですよ。で、やばい、久しぶりにってなったよ。あ、どこがね、はとこはすごい。お兄ちゃんとお姉ちゃんがいますけど、そうなのよ。だからお兄ちゃん的存在の人はね、すごくね、新鮮ですね。お兄様お姉様に囲まれ、舞台とかは特に囲まれることが多いんですけど、
すごい頼ってます皆さんのことは。そう、お兄様お姉様。って感じですね。いとこの中で下から2番目。いいね。下からに、うちの家族さ、全員じゃないな。川原家。川原家のパパの方はですね、ほぼ女の子なんですよ。で、ほぼ女の子の中に、うちの弟といとこちゃん2人と、そう、タニータ君と、いとこ2人と、3人だけね、3人だけ男の子が混じってるんですけど、ほぼ女の子なんでね。すぐ下は何歳さん、すぐ下いとこ的に言うと1個下かな。1個下、もう1個下、その下、その下、その下ぐらいいる。そうだから、でも超仲いい、超仲いいです。やっほー、話し会ちょっとだけど楽しみにしてね。ありがとう。ミユだよって言ってね。あのミユだよって言ってね。ペンギンのやつのミユだよって。今日は服装をちょっと隠してこんな感じでやらせてもらってます。タニータくんね、そうなのよ。一学年に一人ぐらいいる。えい、もうみんなが何歳なのか全然覚えてないけど、うん、多分中2まではいるかな、一学年ずつ。19歳、18歳、17歳、16歳、15歳、14歳はいますね。カウントダウンしてみるって言ったら分かる。分かる。ありがとう、カウントダウン。めっちゃ嬉しい。そうね。みさきちゃん、愛媛に来るよ。鉄だよって思う。鉄ね。でも鉄ブロバイドあるらしいね。私、さ、あれ、みんなのアカウントとか見てて、ブロマイド集めてるみたいなやつ見て、ブロマイドあるんだ、すっごーって思ったイメージ。サイン付きとかないの？ブロマイドの中にさ、1枚だけサインだよとかないのかな。そういうのをやったらいいのね、AKB も。ね。だってさ、鉄以外はサイン入りみたい。なるほど。友達と遊園地行ってきます。お、頑張ってください。頑張ってくださいですね。楽しんでください。鉄以外サイン入りなんだ。学校観劇でジョンマイラブ行ったから、あやてつのサインは学校にある。へえ、すごい、いいね。学校観劇とかさ、すごいさ、超いいなって思う。私、うなちゃんとかルンバとかの配信をね、そう、見させていただいたりするんですけど、配信とか、そう、参考映像みたいな感じで拝見させてもらうんですけど、すごいね、あの中学生の方々とか、この前もあれやってましたよね、なんだっけな、もう愛媛独特の何式、なんとか式みたいなやってていいなって思う。だってさ、学校観劇とかさ、もう恋始まるやん、そんなん。そう、少年式やってたよね、この前。今年少年式迎えておめでとうございます。少年式ね、ルンバが少年式って言ってたから、少年式ってなんだと思ってたけど、そういう愛媛ならではのやつがあるんですね。1/2成人式はどこでもあるよね。
どこ行くんだろう。なんか韓国ならではの遊園地ありますよね。今何分だ。ちょっと時間がね、今30分、あと15分ぐらいやりますね。ねえ、宮崎さんからめっちゃ送られてくるんですけど、ですけど、なんかおもろい動画めっちゃ送りつけてくるんですけど、こさこさ、エバーランドわかんないな。めっちゃ送りつけられる。だから私もしーちゃんのツイッターに上がってたしーちゃんの YouTube を送りつけといた。まさとしさん、バラの氷好きありがとうございます。そうだから私がジョンマイラブやるときは、やるときね、学校感激とかないかなってちょっとウキウキしてます。そうやっぱ若い方々にも、なんていうんですかね、若い方々にもすごい演劇の楽しさを知ってほしいなという思いもありますので、そう、老若男女の方々、すべての方々に来ていただきたいです。ぜひ。あと漂流ライトをね、皆さんで振ってみて。なんか不思議なやつ来たけど、何これ、なんかカプトイカプセル的なやつ来たけど、メイクは何もしないです今髪型だけ、あとでスプレーします。ウィンクして、ウィンクをやら、ウィンクは、ウィンクは昨日の公演でやってるかな。少し、アーカイブに載ってた、私まだ見てないんだけどさ。学校歌劇やるとフォロワー増えるね。そうなの。でもみんなフォローしてくれるのね。あり、優しいですね、みんな。学校感激、なんか、なんて言うんだろうね。学校感激ってさ、すごい思い出になるのよ。超。そう。超思い出。私もね、学校で、中学校のみんなでどっか見に行ったりとか、それこそ修学旅行とか、その学年で、学年の同じ子たちとどっか行くとか、どっかに何か見に行くとか、どっかに行くっていう経験って本当に思い出になるし、本当に楽しいよね。本当に超楽しいよね。そう、やっぱ学校生活も楽しいけど、学校生活じゃないみんなの一面が見れるじゃないですか、割と。そう、なんかさ、このカプセルみたいなやつなんだろう、これ、氷、バラの氷漬けですか。いっちゃんさん、みやこ先生、ありがとうございます。そう、超思い出になるよね。牛首村全然怖くない。牛首村ね、コウキさんが出てるやつですよね。私コウキさんめっちゃ好きなんで、もう見に行きたいと思う。思ってるけど時間がない。
感じや。ええ感じや。そう、髪切ったの元にやってる、ありがとう。いや本当に私はこの長さが一番好きなんですよ、実は。そう、実はこの長さが一番好きなんですけど、でも夜系の部の部は初めてかもですね、私って思いませんか。今までさ、学生だったからさ、あれだったけど、ずっと4、5、6部とかだったけどね。生誕グッズ申し込みました。楽しみです。ありがとうございます。いや本当に過去一の自信作です、私あれ。過去一の自信作なんで、ぜひみんなにゲットしてほしい。見ましたか、デザイン。デザイン画というか、デザイン。こんな感じの、これ読んできないか。こんな感じのフィルムカメラみたいにしてますね。こんな感じで、で一つずつ説明していくと、この辺、このやつは、あ、戻った。このデザイン、この写真はこの前のコンサートですね。私が好きな衣装、これは私が撮った青空。これはね、もうこれ絶対入れようと思ってた。これはね、チーム B のエンジンの写真なんですよ。もうこれ以上アップできないけど。でも B が今年がラストだから、私は。そう、もう、クラノチーム4になるので、B の写真入れようと思って、B のエンジンの写真ですね。これ4月の春コンの時のやつ。で、これは、宮脇さくらさんの、あれ彼女をした時の写真。これは私が撮った青空の写真。これはこの前の写真。これは今年グラビアをゲットしたので、みんなとグラビアの写真で、これはチーム、これちょっとあれですね、丸がちょっと見えにくいけど、チーム8のエンジンの写真ですね。これは8人公演ので、こうやってブンブンブンの瞬間の写真です。これとこれに加えて、このシャツには、シャツはね、真ん中にドーンってこのチーム B のエンジンが乗ってるんですけど、あとはここにユメミールちゃんがいたり、ここにあのチカッパ祭の時のマネージャーさんが撮ってくださった写真入れてたりとか、実はここエイトっていう影の写真があるんですけど、エイトじゃなくてこっちにも影があるんですけどね、これはチーム4ってやってるんですよ、実は。そうなんですよ。だから T シャツの方が写真的には多いっちゃ多いですね。そう、そうなんです。だからぜひゲットしてください。ヒュートンの写真、あのね、今年の写真を使おうと思ったの、全部。過去の写真を使ってもいいんだけど、
やっぱあの二十歳というか1年の1年の生誕グッズなんで、今年の写真だけでねこう全部構成したいなと思って全部今年の写真なんですけど、チーム B のやつだけはチーム B が今年で、岩手でチーム B じゃなく蔵のチーム4になるということで、そうだからチーム B のエンジンだけ入れとこうと思って真ん中にドーンって入れましたね。そう私の兼任原点なので、兼任の原点、そうなのでこんな感じで作りました。ぜひ購入して来てっていうかね、写真そうね、こう実際に撮ってどの写真がどのシーンのものなのかをぜひ見てください。さっきカレンちゃんに着物好きって聞いたら毎日着たいくらい好きって答えてくれる。え、マジで？やっぱうちら合うわ。カレンちゃん、いやカレンちゃんとね私何かと合うんですよ。なんか喋り出しが一緒だったり、なんか不意に被る、不意に言った言葉が被ったり、そう超ソウルメイトなんですよ。確か多分超ソウルメイト、超シンクロする、本当に超シンクロする、本当に。そう最初はねカレンちゃんハツカもシンクロするんですけど、割とハツカよりカレンちゃんとのシンクロ具合がすごすぎて、昔からでも一緒にいるようになってからはさらにだね。そうなんですよ。だけど最近はもうハツカとカレンちゃんと3人で何かしらシンクロしてますね。そう私が今編集してる動画もシンクロをすごいするんですよ。だからね、すごいちょっと楽しみに。サヤリンはなんて言うんだろう、でも一緒にいるとさ口癖似てくるよね。口癖というか、え、サヤリンはなんだろう、サヤリンはサヤリンもそんな感じなんですけど、サヤリンはすごい思ったこととかが結構一緒なことが多いので、そう超話しやすいって感じ。そんな感じですね。私も毎日着たいんですよ実は。着物を、着物配信とかしようかな。でもまだ着物持ってないっぽいので着物屋さんに連れて行ってください。なんか着物屋さんさ結構さ店頭で500円でさちょっと安いやつ売ってるじゃん。本当は6000円だけど1人1着なら500円で売るよみたいな、ああいうところにさああいうところに行きまくってさ、なんかなんて言うんだろうね、やっぱお高い着物だとさちょっと毎日着るの気が引けるじゃないですか。だからちょっと安めの着物ででもいいしね。そう、ぜひ500円の着物見つけたよとかって方はぜひね、ちょっとゲットしてカレンちゃんに送ってみてもいいと思うけど、そう私はこれはもともと6490円のやつとかが多いらしい、その500円のね。着物動画いいね。着物動画そうね、ジョンマイラブはほぼ着物、ほぼっていうか一瞬なんかちょっとロックテイストになりますけど、それが全部着物ですね、ずっと。でちょっとまあちょっとあのさやてちとかが着てたようなウェディングドレス系のちょっと白っぽいドレスを着るシーンもありますけど、ほぼてっちゃんっぽい着物をずっと着てますね。そう着物、ん、古着の着物屋さんがおすすめ。え、古着の着物屋さんとかあるの？マジ？それは行きたい普通に。ちょっと後で調べますね。
そう、古着の着物ね、確かにね、古着だったらさねねって古着だったら確かにそんなめっちゃ1000円均一リサイクル着物、アンティーク着物のこれどこだ、え、すごい、確かにね、古着はいいわ、ウェディングドレス姿みたい、ウェディングドレスさ、そうね、みんな可愛いよね、すごい可愛いのがめっちゃあるじゃん、ちょっとね、うん、カレンちゃんと行ってみたいなって思いますので、着物、リサイクル着物、いっぱいありますね、古着というかリサイクルショップの一角で売ってたの買ったよ、いいね、メルティさん貯金ありがとうございます、横吉さんハートありがとうございます、浅草に行くと古着の着物安いのある、そうなんだ、やっぱ浅草、やっぱ浅草だね、やっぱ浅草だね、やっぱ浅草だわ、今日初お話とってます、少ないけどよろしくお願いします、こちらこそありがとうございます、こちらこそよろしくお願いします、うん、こうタンタンからもらったイヤリングつけようかな、今日はめっちゃ可愛い、これ絶対合うじゃん、これに、じゃあこれつけます、お話し会は今日は7、8、9部でですね、で、7部と9部がおしまし可能です、まさくんさんハートありがとうございます、だからぜひ、さっき少し見たけどみさんテクトーク楽しい、見応えがありました、楽しいでしょ、もう私あの TikTok はねこの前も撮ったので今日も違うのあげたいなと思ってるので、ぜひチェックしてみてください、それではランキング見まーす、13位ヨンミンさん、ミサノは12位フロストさん、11位大木正義さん、10位 MT07 さん、9位ターちゃんさん、8位ナオトさん、7位ユキイラさん、6位オニオンナイトさん、5位ベルちゃん会長さん、ミサノは3位イッチャンさん、2位つむじくでさん、1位アナデさん、ミサが最高でした、ということで、ということで1962人の皆さん本当にありがとうございました、ということで789部本日オンラインお話し会です、ぜひ時間が空いたらおしましとかもできるのでぜひお越しください、それでは終わります、バイバーイ。